一生瓶は日本の焼肉店である。三重県松阪市を中心としてチェーン展開し、松阪牛を手頃な価格で提供する。特に宮町店で採用されている回転焼肉で知られている。松阪牛の生産地である松阪市には和田金、牛銀本店、ステーキハウス三松などの老舗高級店のほか、多くの焼肉店が立地している。 中でも松坂市民の支持を集めている焼肉店が一生瓶と脇田屋である。両店とも独自の漬けだれを持ち、タレの味で市民の好みが分かれている。一生瓶は地域住民のみならず観光客も多く訪れる焼肉店である。創業は1960年代。開業当時はホルモン焼きの専門店で、先代が一生瓶を囲んでワイワイするのが好きだったことから、 一生瓶という店名になったとされている。漬けだれは味噌だれであり、創業以来の味を守っている。店舗の例2015年9月現在、三重県松阪市に本店など6店舗、伊勢市に伊勢内空店など2店舗、津市、鈴鹿市、四日市市に各1店舗、愛知県名古屋市に名古屋らしく店の1店舗、計12店舗を構えている。 本店の面積は165メートル280席。創業時の店舗は本店ではなく平尾町店であり、創業当時の雰囲気を保っている。店舗の内装は回転時期の比較的新しい綺麗な店舗もあれば、パイプ椅子に着席し、テーブルに七輪が置かれている昭和の雰囲気のする店舗や回転焼肉と呼ばれる設備を持つ店舗まで多様である。 また各店によって看板商品を変えている。松阪市の焼肉店では甘辛の味噌だれで揉み込んで牛肉を提供するのが一般的であるが一生瓶では軽く絡めて提供している。牛を一頭丸ごと購入し店舗ごとに主力商品を変えることで全ての部位を効率よく提供すると同時に客を飽きさせない工夫にもなっている。ホルモンは新鮮なものを その他の部位は熟成されたものを提供する。その他以下のような特徴がある。松坂市宮町にある宮町店は回転焼肉と呼ばれる回転レーンに肉を乗せて回転させる装置を備えている。平たく言えば回転寿司の焼肉版である。松阪牛を一頭丸ごと購入していることから様々な部位を提供できるように回転寿司に習って社長が考案したものである。 肉類のほか野菜や果物などもレーンを流れている。回転寿司店と同様に色違いの皿に肉が乗せられ、皿の色で値段が変わる。なお、松阪牛とその他の牛肉は皿を乗せた台の色で区別できる。回転寿司と同様、客が欲しいものを皿ごと取る方式であるが、肉の鮮度維持のため回転レーン全体が透明な。 カバーに覆われており、中は冷蔵されている。客が座席にあるボタンを押すと、カバーが開き、肉を取り出すことができる。最も金額の低い皿は100円台であり、松阪牛メニューの最低値は300円台、最高値は金色の皿に乗った松阪牛特選で1000円を超える。肉を回転させる意味があるのかと指摘されることもあるが、利用客にとっては、 名称からは分かりにくい部位を実際に見て取ることができる子供が回っているのを見て楽しめる一人焼肉がしやすい。さらには注文から肉の到着を待つ時間がない。注文量の過不足がなくなるなど利点が多いとされる。店舗にとっては様々な部位を客に提供しやすくなるという利点があり、複数の部位を食べられる用う一皿の量と値段を 他の店舗の半分にして提供している。松阪市南町にある本店離れは、すき焼きを一人鍋で提供している。離れは本店の向かい側に店を構えている。回転焼肉と同じく社長の公安であり、一人旅の客が気兼ねなく、松阪牛料理を食べられるように2011年頃に本店離れを開店し、一人鍋の提供を開始した。利用するには、 事前予約が必要である。目から蹴れでテレビ CM を放映しており、独特の演出で視聴者にインパクトを与えている。回転焼肉の宮頂店の CM である、肉の回転している様を見て、客が肉が攻めてくると発するものや、姫、松阪肉じゃなどと、殿様に噴した出演者が言う、殿様シリーズなどが2000年代に放映された。一生瓶本店に関するカテゴリー。 ありがとうございます。